こんばんは。今日は特別な日ですね。どの祭りなのかお分かりでしょうか。そう、夏至です。一番長い日です。国によりますが、夏至は夏の初めとみなされるケースが多いのです。でも夏至が真夏とみなされるケースもあります。アメリカでは夏至は正式に夏の初めですけれど、時々夏至をミッドサマーと呼ばれています。ミッドサマーは夏の半ばという意味をする。おかしいね、夏至は夏の初めですか、夏の半ばですか、どちらでしょうか。実はアメリカの伝統の中には古代ヨーロッパに由来するやつが多いのです。夏至をミッドサマーとみなすのはその伝統の一つです。古代ヨーロッパでは夏至は夏の半ばとみなされたからですね。古代ヨーロッパといえば、数世紀前にキリスト教化前に夏至は一番大切なお祭りの一つでした。そう、現在夏至のお祭りはリサと呼ばれています。リサの祝い方はいろいろな国々に由来します。例えばケルトは焚き火の上を飛び越えることでリサを祝いました。他の国々ではシャリに火をつけて坂を下させました。なぜ複数な国々で火を物につけることで祝ったかというと、レザは光と闇が戦う時期と思われたからです。そう、古代ヨーロッパ人異教徒にとって物に火をつけることで闇を倒そうとしました。この戦いで争ったのはオキキン、オーク王とハリキン、西洋ヒイラギ王です。夏至には闇を象徴する西洋ヒイラギ王が勝つので、火がだんだん短くて暗くなります。しかし12月21日にオーク王が勝つので、その時から火がだんだん長くて明るくなります。オーク王を支援するためにこのろうそくに火をつけましょうか。はい、いい匂いがするよ。ところでレザの火が消えしたい灰を使ってお守りを作れます。
小さなポーチの中に灰を入れて首にかけると悪運を撃退できます。もう一つの選択肢は灰を畑にまくことです。そうすると今年は豊作になります。古代イギリスには夏至に徹夜して石にできている輪の中に座ると妖精が見えてくると考えられていました。でも気をつけてね、注意しないと妖精たちが嫌がらせます。最悪のケース、ジャケットを裏返すことで妖精たちに混乱させることができます。もしくはレイラインをなぞることで妖精たちから逃げられます。どうやってレイラインを見つけられるか私ですらわかりません。未婚者にとってもう一つの有利なしきたりがあります。夏至の夜に花びるを7個取って枕の下に置いて、その枕で寝ると将来の配偶者の顔を夢で見ますもしやってみますと結果を教えてくださいね。好奇心があるからここで終わりますが、なるべく夏至を楽しんでもらえますか。はいはい、約束するのよかった。